はいどうも、たらしおしご飯の時間ですよ。今日はね、こちらでございますよ。 UFO 海鮮のうまみ、あ、近すぎた。海鮮のうまみをギュギュ濃い濃い焼きちゃんぽん味、焼きちゃんぽん味でございます。あー、これ楽しみだね、これ楽しみだね、楽しみだね。はい、混ぜてありますよ。もうあー、面白い、あー面白いね。焼きちゃんぽんです。ちゃんぽん大好きですから、僕は。ちゃんぽん、あー、この麺もほら、それ用の麺でしょう。これもいただきます。うん、あー美味しいね。いいね、いいですね。最高だ、最高だ。泥棒には気をつけてくださいね、泥棒には。うん、あ、いいね、ちゃんぽん。うん、うん、うん、いいね、ちゃんぽん。 UFO 濃い濃い焼きちゃんぽん味でした。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。はいどうも、はい、はいどうも、続きまして、川端明彦のライブの様子です。めちゃめちゃ盛り上がりました。楽しかったライブですよ。ぜひ見てみてください。そして動画の説明欄に、情報も貼り付けしておきますので、そちらの方もご確認の方ぜひよろしくお願いします。川端明彦と川端牛聡さんのライブの様子です。どうぞ。できた曲がございますので聴いていただきます。空っぽの街。別に悲しくなんかないさ、音楽のせいさ。お気に入りの本と CD 箱に詰めた時、懐かしい思い出がじくりこの胸を刺した。君に借りっぱなしの CD you、mm-hmm.
を離れて沖縄に住んで10年泊まりの9階建ての605号室あそこも引き払ってもう夜にいる。さあ果たして俺川端明は夜でずっと暮らすのだろうか。それは分からない。もしかしたらアイルランドに行くかもしれない。アロナマミチョと一緒にエジプトに行くかもしれない。でもどこに住もうと皆さん後悔のないように、住み慣れた街は最高です。9階建ての605号室
あそこも引き払ってもう夜にいる。さあ果たして俺川端明は夜にでずっと暮らすのだろうか。それは分からない。もしかしたらアイルランドに行くかもしれない。アロナマミチョと一緒にエジプトに行くかもしれない。でもどこに住もうと皆さん後悔のないように、住み慣れた街は最高です。